クレジット支払いの時にめっちゃ目そらして隠してくれる店員さんの子供はめっちゃいい子。偏見じゃん。いますよ、ね。いるけど、俺あれの起きて知らない時さ、なんかいきなり照れ出したのかと思って。偏見じゃん。どうもどうもプラビットだったと。誰人と。ということで今回は怖い話、小鳥箱についてやっていきたいと思います。怖くなさそうだ。あれ、小鳥箱。小鳥箱って箱でしょ。ああ。まあそうやって裏切られていくんですけれども。信じてもいいだけ。もうなんか恋愛失敗した。恋愛嫌なことあった。ということで、この小鳥箱は2チャンネルのオカルト超常現象版で広まった怪談話の一つです。で、この2チャンネルの中の人気のスレッド、シャレにならない怖い話を語ってみないっていう2005年に投稿されるサイトの中で、投票数が1000オーバーという、もうその投票の中ではありえない数値を叩き出した、今もなおネット上で語り継がれている怖いお話であると。で、今ではもう検索してはいけない言葉とも言われてるらしいです。小鳥箱？はい。だから全然可愛くないんで、それを話していきたいと思います。まずある女子大生 S が解体される予定の屋内でパズルのような箱を見つけ、友達との集まりの席に持ってきたことが事の発端です。その場に居合わせた神社の息子 M により、その箱が呪いの箱である小鳥箱であることが判明します。 M は急に嘔吐しだし、吐き終えると携帯電話で父親に電話をかけ、泣きながら友達が小鳥箱を持ってきたと話し出した。結局 M は不慣れながらもお祓いを行い、その場を収めたという内容であります。ここまでの話だけ聞くと、 M はなぜ小鳥箱に恐怖を覚えたのか、そもそもなぜ屋内にお祓いが必要なレベルの恐ろしい箱があったのかと疑問に思うが、読み進めると小鳥箱の箱の正体と管理に関する複雑な人間関係、山陰地方の集落にまつわる想像たる過去が明らかになるということで、こっからですよ。M がここですよ。どういうこと？お祓いできちゃう。ああ、まあ、しれっとね。俺もやりますよ。やるっすか？モテるんだ。しれっとやるっすか？飲み会とかやるな、おい。最近なんか肩とか痛いっしょ。やるんだ。楽になったら痛いっす。そういう商売だけはやめる。ああ、オッケーオッケー。気になるのが、女子高生の名前 S で、男の名前 M なのよ。うん。S と M って、これ、オチさ、しばき屋とかじゃないの？いやいや、違うでしょ。ビンビンのしばき屋じゃない。いやいや、たまたまじゃないっすよ。しばき箱。うん。しばき箱、違う違う。ということで、ここからは小鳥箱の恐ろしい部分のお話です。小鳥箱の呪いは、妊娠が可能な女性と子供だけに威力を発揮し、小鳥箱に触れるのはもちろん、箱の周囲にいるだけで、箱を見るだけで徐々に内臓が千切りにされて、最終的に死に至ると言われています。そしてその一例として、集落の住民たちが箱を作り出してから13年後、村の子供がおもちゃと勘違いして小鳥箱を自宅に持ち帰ったところ、その日中に家中の女子供が死に絶えたという言い伝えがあるらしいです。俺勘違いしたんだけどさ、はい、バードかと思ってたの。小鳥、小鳥、うん、リトルバードの方だったんだけど、はいはいはい、子供を取るってこと。そう。あ、そういうこと？子供を取る。なんで気づかなかったんだよ。え？いや、俺鳥だと思ってる、ずっと俺も。いやいや。これ聞いても。いや、それは聞いては気づいたよ。そりゃそうや。で、この恐ろしい効果は、小鳥箱を作る際に使う子供の死体の数だけ強力となり、呪いの持続力も長期化すると言われている。要するに作れるわけですね、小鳥箱は。で、何人もの子供の死体を使用するかで、箱の呼び名が異なり、一人使うと一方という箱、二人使うと二方、三方、四方、五方、六方、七方と、名付けられている。何十方だけさ。7だけ十方。え、じゃあ8、0方って。いやいやいや。で、8人の子供を使用した場合、8人の子供の死体を使用した場合、8回と呼ばれて、それが限界、マックスらしい。で、小鳥箱を作っている最中に作った本人が命を落としたっていう話もあるらしいですね。命がけで作る。命がけで呪いの箱を作るってことですね。で、これ時間が経過しても呪いの効果は衰えることを知らず、唯一効果を薄めるためには神社や寺に長期間安置されて少しずつ清めるしかないと言われています。現在も小鳥箱が存在しているかどうかは定かではありませんが、この話が事実であれば今もひっそりとどこかの神社や寺に保管されているかもしれない。で、まあ、なんで女と子供だけがターゲットなのかってことなんですが、これは一部の部族、まあ、一族を根絶させるという目的があったと考えられています。要するに、まあ、女の人と子供をやってしまえば、その一族はもう子孫繁栄できないんですよね、うん、だからこれが作られたんじゃないか。戦か。まあそうかな。で、これ発祥は1860年代後半、舞台は出雲の国。
とある集落。当時この集落に住む住人たちはひどい差別や境外を受けていた。あまりにもひどい境外で生活することさえ苦しく、子供の間引き、まあその生まれたばかりの子供を殺すことも行われていた。そんな中、1860年代後半に島で反乱が勃発。その反乱を起こした側の中心人物の男性が出雲の国の集落に逃げたことにより、この小鳥箱のエピソードが始まるっていうことですね。で、なんでこういうのができたかっていうと、この逃げてきた男を集落の人は殺そうとしたんですよ。こいつがいることによって厄介事が起きると。でも男は命乞いするために助けてくれたら武器をやると提案。で、そこで提案したのがこの小鳥箱っていう呪い、これを作ってやるって言ったわけですね。で、まあこの集落の人たちはその条件を飲んで作ってもらって、小鳥箱の作り方を教わります。で、そっから生まれたんじゃないかと。よく信じてね。確かに。そんなお金が無限に出てくる箱作ってやるぞって言って信じないでしょ。信じない。そんぐらいじゃない、規模、規模としては。確かに。人殺せちゃうんだから。だってあの居酒屋とかでさ、いや俺あれ、あの有名人知らないんだよねって言われても信じないでしょ。信じない。そんぐらいだもん。確かに。それが緩いけどね。それがまだ緩いけど。でもそうやんか、うんうん、基本そういうやつは友達じゃないから、よく信じたなっていうところから始まるわけですね、うん。で、これ呪いをかける手順ということで。いいんですか。まあ特別ですよ。商品じゃないから。まず工程1、木細工のからくり箱を作る。ちょっとやそっとじゃ開かないように複雑な細工を施す。手順の中で最も難しいと呼ばれる作業。だから知恵の輪的な、開きにくいものを作るわけですね。で、工程2、箱の中を人間以外の動物の血で満たす。その3、そのまま1週間放置する。その4、血が乾ききらないうちに蓋をする。5、箱の中身を作る。イコール、間引いた子供の体の一部を箱の中に入れる。子供の年齢によって入れる部位が異なる。で、6、蓋をしてそれぞれの箱に印をつける。7、憎い相手の家に送りつけるか、暗く湿った場所に安置する。ということで、これだけでできてしまうわけですね。これだけで言うと相当な、まあまあ1個目がね、その開かない箱作るのがむずいんですけどね。これ宗教だよね。もうこれ信じてやらされてる時点でそいつもう洗脳されてるもん。まあそれほど憎いのか、うん、効果があるにしてもないにしても、そう、確かにね、うんうんうん、それをやるっていう行為が、そうなんだよね。呪いですよね。ということで、以上がヤバすぎる箱、小鳥箱に関するお話でした、うん。俺ね、これね、読んでて思ったのが、やっぱこれ人の気持ちだと思う。うん、要するに、それだけ殺したい、それだけ恨んでるっていう気持ちが、その呪いを生んでるんじゃなくて、気持ち届きますから、ね。気で、やっぱ、ね、うん、なってると思うな。じゃあもう本気で、おっぱいが触りたいってやったら触れる可能性あるってことやっぱ。これは僕実際にあります。ええ？もうなんか今日はもう本当女の子と飲みたいって思ってたら、なんか基本的にバーの店長から連絡来るし。届いてるね、きって。だから皆さんもやってください。一緒にすなこの話と。まあだから本当に気持ちの話はあるので、ね。おそらく呪いじゃないんじゃないかなと思いつつ、でも本当にこういう箱を見つけた場合には近づくだけで体内が千切りになるんですけど、皆さん気をつけてください、うん。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。それ偏見じゃん。田舎の若者は極端に眉毛薄いとか、街で見かけた髪薄い人にあの人性欲強いとかって偏見じゃん。触れてみなきゃ。あなたはまた自分のことばっか。私だけがあなたを追い越して捉えたんで隠したんで消えやしないから、私も羽を折られ飛べなくなっても、それでも何万回と僕ら空を目指す夢を折られ、あの日の失敗をまだ忘れられずに、そこでゼロになった残像、一人じゃ私を愛せなかった、二人重ね合った感情、中身ずっては溢れて、もう数え切れなくなって、思念涙こらえ